おい、サーチくすんな。サーチジョブみたいな、サーチやめろ。こっちっすね。はい。あ、あげて。こっち。しゃはい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ミルチ大切と、そうそう、シンカです。はい、本日の企画は、はい、SKJ 最も詳しいのは誰だ ?SKJ オーはい、ということで、はい、先日、僕のことが一番詳しい SA2 を、動画、はい、決めさせていただきました。今度は、はい、SKJ について一番詳しい人を決めます。はい。二人に挑戦していただきます。うん。SKJ に関するクイズが12問出ます。なるほど、はい。で、必ずどちらかが正解になるまで、わかんなくてもヒントは出し続けますので。なるほど、なるほど。二人で合計12ポイントまで取ることになります。はい。平均を取って僕は6点も確定です。クイズには参加しないで6確定。おお。君たちはクイズを多く正解したら、8、4とか、まあ、そんな感じになります。なるほど、なるほど、なるほど。いいっすね。そのポイントを全部使い切るまで、大食いをしなければいけないというルールになっています。なるほど。なるほど。はい。だから、正解したら相手が1ポイント増えるっていう感じですね。なるほど、なるほど。応援ポイントが増えてくる。SA2 王の時、フィモーラという編集ソフトを使って編集したんですけど、あれやばいですね。今回はデモクリエイターというソフトを使います。ほう。これどっちもワンダーシェアというところが出してるソフトで、はいはい、どちらも最強なんで、すげえ。今回はそっちを紹介させていただく。はい。私、本日夢叶い、VTuber になっております。どういうことかっていうと、そのデモクリエイターというソフトを使えばもう簡単に VTuber になれて。ええー、まあそれを使ってもあのクイズの司会をさせていただきましたんで。すごい。はい、ということで早速1問目、はい、いきます。早押しクイズとなっております。はいはいはい、はい、だから問題の途中で分かったって先に言った方から答えれます。答えた後外してたら次の人はまあちょっとヒントを追加で答えることができるので、まあ、間違いない方がいいです。なるほどなるほど。はい、じゃあ早速1問目いきます。はい。僕の名前はマイケルです。SA2 の代わりに問題を出していくよ。僕は指先がとっても器用なんだ。すごいですよ。ということで、問題。SA2 は最後の晩餐を謎の食べ物にされました。一体何？今からコンビニに行くけど、最後に食いたいものとかある？ああ、最後か。まあ、最後なら、勇気を持って食え。うまいか。なんだこれは。それは。あ、なんだ。お前やめろ。変なもの食わせるの最後。お前の人生最後にして一番癖を持ってきた。いただき。やめろ。そんな唐揚げ棒を最後にしたかったのに。かっこいいな。何かは知らねえ。しりとり界最強と言われている。なんか何つね。なんか何つね。唯一の食べ物だ。まあ今のは本当は結構早かったんですけど、多分ちょっと違ってたんで、サイカツさんから回答権いきます。だから言ったじゃないか。え、なんだっけこれ。え、ナバナ。だが最強って言ってたしりとり界、これ絶対ナバナだと思います。残念。今ので分かったわ。じゃあ、しげさん答えてください。いきます。はい。正解、ナボナです。やばい、僕だった気がしてきた、急に。ってか、正解見てみましょう。はい。なんだ、これは。それはナボナだ。いやナボナです。やばいっしょー。ということで、見ましたか、この VTuber の感じ。いや、すごい、すごいでしょ。完成だね、これ。まあ、最初このクイズのものを表紙にして問題っつって、後ろに背拍子があるんですけど、これを作って、置いとくじゃん。うん。で、ウェブカメラつけて、俺がこうやってやったら、もうこれになります。すげえ。下に字幕がありましたよね。おぉ。これ、AI で自動に作られてます。俺、一個も手直ししてません、今回。なるほど。すごいそれは。だから、ちょこちょこ間違いあるんですけど、だから、どんぐらいの精度かを皆さんに知らせるために、あえて手つけてません、今回。これ要は、何かを見ながら何かする人は、デモクリエイターめっちゃいいわけよ。例えばゲーム実況とか。これ後ろがゲーム画面だったら、そのまま VTuber でゲーム実況できるし、うん、だなんか資料を見ながら喋りますみたいな感じのも、後ろに資料流しといて、VTuber でやるみたいな。オンライン会議とかね。そうそうそう、そんな感じ。
次の問題だ。進化が逆再生で歌います。同時に答えてテロップにより近い文をかけた方が正解。最後まで見てもらって、ボーイシナパンセロイヘセラマイエクスワールガン。おお、なに、ナグロスクヤマレセイヨレスナパンチヨすごい胸ぐらは捕まれなかったけどパンチは浮かばれた。すげえ、うまいわ。テロップの微妙な間違いの部分をうまく表した人勝ちです。結構俺覚えてるわ。おお、これは編集進化さんですね。そうです、俺の編集なんで、これだいぶ有利なんで、まあ、これはポイント取った方がいいです。じゃあ同時にいきます、せーの、はい、はい、ではサイカスから、胸ぐらをスクレアマーセ行列なパンチを。おお、あー惜しいな、サイカさん。これやばいか。シガさん、胸ぐらをスクアマレセ、おお、はいはいはい、行列なパンチ用です。上がちょっとおかしいです。行列なパンチ用は一緒だ。一緒ですね。胸ぐらも一緒だ。ここだけです。スクレアマーセーと、ここだけです。スクアマレーセーだ。結構難易度高いぞ。そこまでわかるんですよ。スクレアマレーセー、行列なパンチ用。スクレアマ、レがないの。レがない。でも、スクレアが一緒だ。うん。そっちはスクアマレーセー。正解！問題。ナゲットとフィレオフィッシュを交換したい SA2。なんと言った？肉じゃん、これ。で、こっち魚だもんな。そう。で、チーズもあるしな。でもな、俺、一応一つだけお願いしてほしいんだけど、うん、これを食ってフィニッシュだけはやめてほしい。これはもう公式ですいません。そういうことです。フィレオフィニッシュ。もうちょいひねるでしょ。いや、ひねんないよ。正解見ます。これを食ってフィニッシュだけはやめてほしい。これはもう公式すいません。フィレオフィニッシュなし。素晴らしい正解です。ひねりないですからね、さんちょっとえやばいっすよ。私出しづらいんで、これもっとひねるでしょとか言われた後に。問題。この問題は8割合ってれば正解だ。進化の願いを叶えたい再活サンタ、なんと言った？これも早押しね。サンタさん、祈るな、早よ。なんか起きたら服になくなっててほしいな。私はいろんなこと頑張ったし、なくなってるよ。超きついんだけど俺も。うわ、ごめんなさい、これ全然覚えてないわ。さあ、これはむずいと思う。いきま、いっていいですか？シンガさんがまずいきます。これ8割合ってたら正解です。では、ひねりあるかな？いや、ド直球です。ひねり。相方のひねりないの？やめて。このグループひねりなくない？無回転チーム。じゃあ、結構曲がる。いきます。はい。サンタさんも簡単じゃないな。サンタさんも大変だな、みたいな。ひねりなさすぎないか、俺、それ。まあ、これはもちろん不正解です。次、回答権で、サイガさんにあります。はい。二人に対して、なんとかだったね、っていうことを言います。あ、俺分かったわ。マジで？サイガさんがなかったら俺行くわ。ああなんか、子供の頃なら無限に食べられたのにねー、みたいな。違います。あー、やばい、ね、じゃあね、その発言をしてる時もあったんだよ。これです。いきます。これ食うの大変だったんだね君ら、みたいなやつです。これ再活だけこれじゃなくて、多分俺とヨスがずっとケーキをクソでかいの食うみたいなやつで、結構僕終盤なんで。なくなってるよ。もうきつかったね、みんな。おお、ほぼほぼあってたんで。なるほど、いや正解です。問題。渾身の大喜利を披露した忍者進化、去り際の一言は？一応ちょっとやってる人。お願いします。にんにん。このお姉さん、可愛い肌スベスベで、めっちゃ綺麗、最高の女性って感じ。これ別に私は言わせてないんですよ。
はい、消えたでござる。進化早かった。全然わかんない。どうぞ。忍法ケブラは正解を見ます。正解かどうかはまだ言えません。これ別に私は言わせてないんですよ。忍法ケブラは素晴らしい。消えたでござる。問題、この問題は8割合ってれば正解。対義語を作り出すゲームで SA2 が生み出したヤバいキャラはなんだ。よし、のラーメン二郎大好き、ビルの管理人。さあ、最後にヒントが隠れていました。あ、もう書いた。うん、オッケー。せーの、はい。パンケーキをバック食いする山の修行僧。収録でパンケーキ、山の修行僧。え、一緒なのか。どっちが近いとかあるんですか。シンガさん正解。わあ、いや、ちょっと頻度に触れていただきたかったんで。なるほど、なるほど、はい。パンケーキしか食べないわ。山の、修行さん。しかね、なるほど、なるほど、なるほど。そっか、そっか、だから、そっか。そう、毎日食べてるっていうことだったんで。はい、じゃあこんな感じで VTuber の機能をこうやってうまく使えることはまあ分かったと思うんで。はい、実際どうやって使うかを、見せます、今。おお。はい、今回のクイズの画面収録はデモクリエイターでもちろんやらせていただきましたんで、このようにやります。今 YouTube 開いて、レックボタンポチ。はい。あ、かっこいいっすね、なんか。はい、これで。今撮ってると。はい、撮ってますと。これを、デモクリエイターで画面収録して、デモクリエイターでそのまま編集できるから、めちゃめちゃなんというか便利なんですよね。はいはいはい、はい。一旦こうやって、このように編集画面に持ってきて、ここで切り割りしたりとか。なるほど。そのまま編集できます。で、ゲーム実況も、ゲーム画面をそのまま録画して、自分をインカメで撮ったりとか、ウェブカメラで撮ったりとか、デモクリエイター一発で全部完結するっていう。なるほど。で、先ほどの素材を、この中で切り貼りしたりとかで編集できます。はい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 。ここいらないところ切ったりとか、こんなんはもう普通の編集ソフト。まあそうですね、我々が使ってるような。映像モーション、テキストアニメーション。で、このトランジットもめちゃめちゃあって、いや、やばいぐらい素材があるのね、これ。すごいね。うん。多分ね、どんなことでもできます、この中で。画面収録、編集、VTuber 機能、AI で字幕生成、うん、この素材めちゃめちゃ豊富、うん。これ全部揃って値段がこちらになっております。おー、これもやっぱコスパエグいっすよね。やばいね。けど、なんでもできるから。無料版ありますんで。はいはい、はい。機能制限はあるんですけど、大体できるんで。それ試してもらって、よかったら、買って全部の機能をやる。みたいな感じです。いいっすね、ぜひ、はい、無料でダウンロードできますんで、やってみてください。問題、初めてのぎゅうぎゅうで再活が受けた行き過ぎたサービスとは。しかし緊張してますか。緊張とかで姿勢は逆にね、逆に緊張させないぐらいなんか上手いわやり方なんか変の。おーおーおー。こんなこと言ってなさそう。行きます。トイレ行くときにめっちゃお礼言われたわ。いや、なんかこんなニュアンス正解では言えないな。くっそー。あー、あれです。トイレ行った時にありがとうって言われた。ほぼ正解なんですけど、え、一番大事な口癖が入ってません。そこはちょっと欲しいんで。あ、あ、なんだこれ。あー、アクションから殴られるぞ。まあ初正解。ああ、なるほど。そこも代金入ってんだよ、これ。トイレ行くときにありがとうは。はい。問題。SA2 と進化が世界で初のトレードをしました。何と何？何まあ、トレードとかしだい。あともぜひ。トレード世界中で誰がすんの、それ。今後人類が滅びるまで、ない、ない。ええー、何これね、いや、初トレードのことは覚えてるんですけど、中身。俺が死ぬほど珍しいものを出して、進化が草を出しました。
あ、ゼラチンとルックアンドレードは人類滅びるまで初見てみましょういや、これだルッコラゼラチントレード世界中で誰がルッコラゼラチントレードでした素晴らしいさあ、もう佳境ですはい、ゴーさんになりました問題 SA2 がゲームのサイトを見て大喜びの一言同時に答えてより近い方が正解だ早押しであります当時ねゲームのレビューサイトが大好きだったんですよ小中学生の時おう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 なんかね実際にやんなかったとしてもみんなの評価を見てあー分かる分かるあの DM で問題募集したんですけど一番これが多かったですいただきますせーのボンこんなガエームがあるんだねおーああこんなゲームがあるんだねゲームのところがガエームみたいな感じだったとしますなるほど見ましょうかみんなの評価を見てあそんな面白いゲームがあるんだねガエーム正解すげーよく覚えてんなマジで食べ物トレードを台無しにされて激怒した進化なんと言った早押しですもともとそれトレードしようねという前提で動いてたものがもう水の泡となってしまったでそれはまず、まあ、結果としてはそう、そうなんではい、じゃあそれはごめんなさいそれは、じゃあそれはごめんなさい謝れば終わります、はい、でもあ、はい早かった進化全然わかんない口で反省するより胃袋で答えて残念マジこれじゃない監督みたいなこと言うんですよ、はい、多分俺が口で反省するより心で答えて残念違うか丸々で答えては合ってますあ、分かったこれだえは素晴らしいはだはめっちゃ俺これ歯で答えてくださいあ、硬いもん食ってるのかなやっぱ集中してください、佐賀さんおいきます変わったわけの人皆さんに残念なお知らせがあるのマイケルはアメリカに帰ってしまったから S じゃん、ここからはいやメアリーがいやメアリーでしょ担当しますだけど問題無限にあるんだよ、そのメイドカフェアバターがなるほど SS が自分につけたあだ名とは？お二人は今日勇者様としてはい来られてるんですけども、はい、メイドさんに呼ばれたい名前とかをお聞きしたいんですけども、可愛らしい名前がいいかなと思います。じゃあ。さあ、SA2 のあだ名は何でしょう行きました。ごめんなさい。これはもらいましたね。行きますはい。ロドリゲス。惜しいやばいやるした惜しいけど惜しいけど2文字がロドリゲスの前につきます。はい。ギガ・ロドリゲス。ギガ・ロドリゲス。可愛らしい名前が出るかなと思います。じゃあ、ギガロドリゲス。ギガロドリゲス。ギガロドリゲスでしたー。うわー、くそー！よしよしよし。これは手痛い。やばいやばい！最後の問題。よし！問題。2回目のギュギュで、サイカツが頼んだデザートは何？これ早押しですよ。マスク麺ありますよ。あ、それいきます。いきますいきますはい、いきますじゃあギリギリサイカツが早いかな？メラメラフレイム。かっこフランベだったってやつこれ見ましょう素晴らしいメラメラフレームこれはおもろかったですねめっちゃバカ普通に大食いポイントとしては私が6、はい、進化が5、はい、サイカツが7になりましたやられたこれを振り分けて大食いしていきますはいポイントを割り振り発表させていただきます生グミ大量これ4ポイントですなるほどエイヒレポークジャーキーこれ3点ですエビ大判焼き天下一品ブブカこれらが2点はいはいはいこれが1点ですなるほどきつい
うまく割り振れない場合もあります。その場合は多めに取った人から、例えば1ポイント足りなかったら1ポイント分をもらうっていう後から交渉になります。なるほど。最初はグー、じゃんけんぽい。やった!3 ポイント確定させます。じゃ、ジャーキー。いきます、それ。どうでいいの?でかすぎるだろう。いるかで。うわ、いったか、2を。食欲優先マンか?いや、もうごめんなさい。食欲。いやー、食欲優先された。3人いる。うわ、なくなるか、ここ。1個惜しかったな。いきます。マジか。これいきます。その人次第なんで。これでフィニッシュとさせていただきます。6ポイント?6ポイント。3-3。じゃあ次俺ですね。はい、確定させました。俺これです。やばい。そっち行ったか。それだと、まあじゃあ次はじゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい。あー、1個でしょ。最初はグー、じゃんけん、ほい。うん、とりあえず勝てた。あー、待って、俺これで 5? それ取るなら俺これ取ります。で、俺7になります、これで。でも、1ポイント上げるとは限らないですからね。俺もう、渡します。今すぐ。うわ、終わったわ。おほほほ。やばいっすよ。俺、権利もいいです。SKJ を追うのはもういらない。剥奪もう俺、あと。これ、綺麗で。A 切れジャーキー半分個セット交換成立させておく。これは成立で、はい、お願いします。一旦味見します。ジャーキーとエイヒレ多いんで交換しますよ、全然。ありがとうございます。あ、これめっちゃ、あ、じゃあマジでうまいです。これ。じゃあちょっと一個食いますね。あの、なんか剥き組みたいなのあるじゃん。まるで果実みたいなやつ。一個さ!あ、じゃあマジでうまいです。何これ初めて食べた。俺4いきますよ!うまくやれっすなら。俺寿命はもうこの際いらない。俺1を渡すんで、これ64個あるんですよ。もうマジで綺麗に並べたんですけど。うん、はいはいはい。まず最後3人、これも一旦16ではお渡しします。じゃあポイントは並びますね、全員6で。そうだね。しかさん、ジャーキー好きっすね。ちょ、これとまあ、まあ何個か。何個ぐらいがいい ?7。7、じゃあ8もらいます。ちょうど8欲しいんで。乗る!もちろん、レッサーのサービスしまったんだ、さすがに。これちょっと1枚だけもらっても。あ、ただの方ですか。あ、じゃあそれは、4でどうですか ?1 枚。4で。5で。やば、今日気持ちいいな、トレードが。いや。乾杯しましょうね、これ。気になるな、乾杯。いや、もっと有名なやつが買った。エリセで行ったっすか?あ、すごいな。皇帝の打ち合うみたいなやつな。マジでもらってね、食いたくなったら。天一入れてくるわ。いや、なんか疲れんな。まあ、グミ、これ少し石かさ、全部だったんだけど。マジでこうです。それ、俺有利っすけど、いいっすか?まあいいっすよ、いいっすよ。シャー!入れたらうまい、エイヒレ。逆にエイヒレは、お湯につけなかったら絶対食えない。で、俺これ天一全部食ったんで、この天一のタレつけたい人いたら、まあ、ミゼリーで貸し出します。使用するかどうかの判断で、一回無料でつけていいですか?無料でいいっすよ。しょうがないから。うん。うまい。塩は?なしで。ははははは。負けやな、てめえ。豪華。この金太郎。もうフカヒレみたいになってるよ、それ。うん。俺が知ってるフカヒレこんな感じよ。君が知ってるフカヒレと、俺が沈めたエビヒレは一緒。マジでそう。君が知ってるフカヒレと、俺が沈めたエビヒレは一緒。うわ、ゼリーきついわ。グミこれ、これやって。こっち取っちゃったらもう1個タダでもらって。で、もしもない方当てられたら。うん。いや、俺当てたら、サガさんに1個渡せるんだよね。渡せる。はい。おい、サーチくすんな。サーチ処分みたいな、サーチやめろ。もう、こっちっすね。はい。あ、あげて。こっち。しゃー!しゃー! ちょっと
って違う違う違う。え、あげてって言ってないよ。こっちっすねって言っただけだもん。ずるいっす、兄貴。弟が兄貴を騙す口みたいなやめてくださいよ。兄貴が弟を騙す。うるせえな、うるせえな。おめえやこれ別にちょろいし、正直。こんなの。よく考えたら俺多分こっちあげてって言ってるし。まあ、こっちっすね。はい。あ、あげて。あげて。うわ、食える。最悪。骨あるこれ。食っても絶対食えないってなったら骨、それ。絶対食えないよ、これ。絶対食える、それ。ダメ、それは食べ物に真摯に向き合うってことは約束。ダメだ、そういうことない。あ、すまん。なんか、タッチ決済みたいなしようとしてる。いや、ペヤングきついって。ペヤング食わなきゃいけないのに、天一いらねえし。完食！終わり？終わりです。うん、ペヤング大食い王になります、タイガさんは。満腹でもいけるうまさ？初。匂いはマジで。出ました、ペヤング。ペヤング美味しすぎた。完食？完食です。ということで、じゃあ、SK 城は進化さんです。なんでということで、VTuber やりたい人、ゲーム実況したい人、画面収録とかを多用する人、デモクリエイターかなりいいと思います。マジでいい？はい。無料で試せるんで、ぜひダウンロードしてみてください。はい。ありがとうございました。